皆さん、こんにちは。ジャニーズ事務所の人気グループスノーマンのメンバーの一人、岩本照さん。スノーマンではリーダーを務めています。筋トレが趣味で常に体を鍛えているため、素晴らしい肉体美の持ち主としても知られています。そんな岩本照さんに現在彼女はいるのでしょうか。調べてみたところ、岩本照さんには2023年4月現在彼女がいるという噂はありませんでした。過去に女性スキャンダルで3ヶ月間芸能活動を自粛したこともあるので、女性関係には慎重になっているのかもしれません。またもし彼女がいたとしても、ジャニーズ事務所所属のアイドルなので、交際が発覚しないように最大限注意を払って行動する必要があるでしょう。岩本照さんとこれまで噂になってきた女性を見ていきたいと思います。1人目は元 AKB48 の鈴木まりやさんです。鈴木まりやさんはなぜ岩本照さんの彼女だと噂されるようになったのでしょうか。岩本照さんと鈴木まりやさんは目撃情報をきっかけに関係を疑われるようになりました。2人とも埼玉県出身ですが、地元の人から目撃情報が寄せられたのです。2013年8月6日に掲示板2チャンネルに岩本照さんが鈴木まりやさんのマンションに入っていくのを見たという書き込みがありました。他にも鈴木まりやさんが自身のインスタグラムで匂わせた疑惑もあります。鈴木まりやさんの匂わせ一つ目はシルバニアファミリーの写真です。実は岩本照さんの趣味の一つにシルバニアファミリーがあります。21歳の誕生日にジャニーズの先輩である滝沢秀明さんからプレゼントされたのをきっかけに好きになったそうです。岩本照さん曰く、先輩からもらったものは何か意味があるんじゃないかと感じたようです。岩本照さんはシルバニアファミリーで遊んだり眺めたりするのが好きだといいます。鈴木まりやさんも過去にシルバニアファミリーの写真を SNS に投稿したことがありました。ただシルバニアファミリーの写真が岩本照さんの彼女だと匂わせているのかは分かりません。鈴木まりやさんの匂わせ2つ目はバスケットボールの観戦です。岩本照さんがバスケットボールが得意なことはファンの間では有名です。鈴木まりやさんは2020年1月にバスケットボール観戦に行った時の写真を SNS に載せています。こんなに近くでプロスポーツが見られるの、とても迫力があって面白いです。私の兄がバスケ部だったんだと投稿されています。これも一部のファンの間では岩本照さんの彼女だと匂わせと疑われるきっかけになりました。鈴木まりやさんの匂わせ3つ目はタピオカの写真です。岩本照さんのタピオカ好きはファンの間では有名な話です。岩本照さんはタピオカなら恥ずかしがらずに一人で買いに行けるし、ポイントカードも持っているそうです。タピオカ販売店では前後女子高生でも並ぶし、最長40分並んだこともあると豪語しています。鈴木まりやさんのインスタにタピオカの写真が投稿された時は、岩本照さんの彼女だとアピールなのではないかと疑う人もいたようです。でもタピオカ好きな人は多いので、鈴木まりやさんの投稿が交際を意味するものかは分かりません。鈴木まりやさんの匂わせ4つ目は餃子の写真です。岩本照さんは2019年12月から放送開始になったセブンイレブンの CM の中で焼き餃子を美味しそうに食べています。鈴木まりやさんは2020年1月に手作り餃子の写真を SNS に投稿しています。岩本照さんの CM 放送から1ヶ月も経っていない時期だったので、ファンの中には匂わせを勘ぐる人もいたようです。手作り餃子だったので余計に岩本照さんの彼女だと匂わせていると感じる人がいたのでしょう。鈴木まりやさんは過去に岩本照さんとの交際をインスタグラム上で否定しています。スノーマンの岩本照君と付き合っていたのですかと質問されて、次のように答えています。一度も会ったことがないそうです。事務所からもスルーするようにと言われているといいます。ただ一度はっきりと自分で岩本照さんの彼女ではないと誤解を解いておきたかったのでしょう。岩本照さんと鈴木まりやさんの関係は噂だけだったようです。2人目は元タレント A 子さんです。岩本照さんの歴代彼女と噂されている人の中でも A 子さんのことは記憶から消したいファンの方も多いのではないでしょうか。岩本照さんの元カノと噂される A 子さんの関係は
2020年1月23日のサイゾーウーマンによって報じられました。前日に岩本ヒカルさんが所属するグループスノーマンがデビューしたばかりで、お祝いムードに水を差すショッキングな出来事でした。サイゾーウーマンによると、岩本ヒカルさんと元タレント A 子さんは2017年11月に渋谷のラブホで開かれた合コンで出会ったそうです。ラブホの3部屋を借り切った合コンは、山手線ゲームで一気飲みするなど全員で飲酒しながら盛り上がったといいます。元タレント A 子さんの話では、岩本さんはすごく慣れた感じで、特にはしゃぐこともなく楽しそうにお酒を飲みくつろいでいましたねと述べています。デビューした今、当時の写真が流出したら大変ですよ。参加者にもし未成年者がいて、それが明るみになったりでもしたら大スキャンダルに発展する可能性もあります、と週刊誌の記者は語ります。そしてサイゾーウーマンに報じられてから2ヶ月後、恐れていたことが現実になります。2020年3月26日フライデーに、スノーマンのリーダー岩本ヒカル、未成年女子とラブホで飲酒とスクープされたのです。結果的に岩本ヒカルさんは2020年3月30日から7月1日までの間、芸能活動を自粛しました。スノーマンのデビューに合わせたようなスキャンダル発覚でした。サイゾーウーマンやフライデーに告発したのは A 子じゃないかとファンの間ではささやかれました。 A 子さんが岩本ヒカルさんの元カノだったのかは分かりません。熱愛報道もないので合コンで遊んだだけの可能性が高いでしょう。3人目は飯田ゆまさんです。飯田ゆまさんはなぜ岩本ヒカルさんの彼女だと噂されるようになったのでしょうか。岩本ヒカルさんと飯田ゆまさんは2018年公開の映画ラストホールドで共演しました。噂のきっかけは、岩本ヒカルさんと飯田ゆまさんが似たような靴を履いたり指輪をつけたりしたことで、また岩本ヒカルさんは過去に身長が低い人が好きと発言しており、151センチメートルの飯田ゆまさんはぴったり当てはまるためと心配したファンもいたようです。4人目は福原遥さんです。福原遥さんはなぜ岩本ヒカルさんの彼女だと噂されるようになったのでしょうか。岩本ヒカルさんと福原遥さんは2019年放送のドラマチート詐欺師の皆さんご注意くださいで共演しています。噂のきっかけは、福原遥さんが2019年9月16日のインスタグラムにディズニーシーでダルメシアン柄のヘアバンドをつけた自身の写真を公開したことです。ダルメシアン柄のヘアバンドを見て、一部の人は岩本ヒカルさんを連想しました。実は岩本ヒカルさんは2018年に舞台滝沢歌舞伎2018でダルメシアンの勘太郎役を演じています。そのため福原遥さんのダルメシアン柄のヘアバンドは岩本ヒカルさんとの関係を匂わせたものではないかと疑われたのです。また福原遥さんがヘアスタイルをボブからロングに変えた頃に、岩本ヒカルさんが雑誌のインタビューで好きな女性の髪型はロングと答えています。岩本ヒカルさんはそれまでは好きな女性の髪型はボブと答えていたので、ファンの中にはドキッとした人もいたようです。しかし福原遥さんが岩本ヒカルさんの彼女だったという証拠はなく、熱愛は噂止まりの可能性が高いと思われます。5人目は本田翼さんです。本田翼さんはなぜ岩本ヒカルさんの彼女だと噂されるようになったのでしょうか。岩本ヒカルさんは本田翼さんとドラマチート詐欺師の皆さんご注意くださいで共演しています。噂のきっかけは、本田翼さんがインスタグラムにピカチュウの写真を投稿したことでした。ピカチュウの写真を見てファンの間で、本田翼さんが岩本ヒカルさんとの関係を匂わせているのではないかと話題になりました。実は岩本ヒカルさんの子供の頃のあだ名はピカチュウだったそうです。岩本ヒカルさんがたまに見せる可愛い仕草がピカチュウに似ていると評判なのだそうです。ファンの中にはピカチュウを見ると反射的に岩本ヒカルさんを連想する人もいるようです。ただ本田翼さんが岩本ヒカルさんの彼女だったという報道はなく、交際していた可能性は限りなくゼロに近いでしょう。6人目はぬくみめるさんです。ぬくみめるさんはなぜ岩本ヒカルさんの彼女だと噂されるようになったのでしょうか。岩本ヒカルさんとぬくみめるさんは2022年7月8日公開の萌え彼はオレンジ色で共演しました。岩本ヒカルさんはシャイで真面目な消防士役、
生見愛瑠さんは一人ぼっちの高校生役で、互いに成長しながら不器用な恋模様を繰り広げていきます。映画の中で2人が初めてデートした場所はスポーツジムでした。岩本光さんは筋トレが趣味なので、撮影の合間に生見愛瑠さんに筋トレ方法を教えるなど、和気あいあいとした雰囲気でロケが進んだようです。岩本光さんと生見愛瑠さんは初共演ながら仲が良くて、お似合いだという声も多かったため噂になりました。ただジャニーズアイドルと売り出し中のタレントだと、現実的に恋愛関係になるのはハードルが高くて難しそうですね。岩本光さんと生見愛瑠さんはプライベートの目撃情報もなく、今のところ映画の共演者止まりの可能性が高いです。9人組の大所帯グループで2020年1月22日にデビューを果たし、アクロバットとダンスが得意のグループとして活躍しているスノーマン。2022年のテレビドラマサイレントに目黒蓮さんが主演を果たし、セリフがほぼない役を演じた泣き演技がヤバすぎると話題となりました。おそらくこのドラマは目黒蓮さんの代表作の一つになること間違いないでしょう。しかしそんな目黒蓮さんとスノーマンのメンバーでリーダーでもある岩本光さんの不仲説の噂が流れているようです。岩めめ、にきめめこと岩本光さん、目黒蓮さんがなぜ不仲と噂されているのか、その理由について詳しく調べてみました。ネット上で散見されるスノーマンの不仲説の中身は、結論から言うとどれも不仲である事実を述べることができておらず、2人が不仲になるような具体的な理由は見つかりませんでしたと締めくくられているものばかりでした。ですが実際に火のないところに煙は立たないと言います。さらに詳しく調査してみた結果、こういった不仲説はスノーマン本人たちが原因ではなく、応援しているファン側がきっかけで噂や炎上が起こってしまうことが多いようです。配信中会話が少なかったり、目を見て話をしていなかったりしたなど、些細な理由から生じてしまった小さなつぶやきから発生しているようです。むしろスノーマンについて調べていくと、このグループがどれだけ仲が良く、さらにファンからも愛されているのかが分かりました。これまでのジャニーズの歴史の中でもこの人数で活動をしているグループは少なく、近年解散や退所が目立ってしまっているため、よりグループ内の仲の良さが際立つといえます。目黒蓮さんにとって岩本光さんは兄貴的存在と言っているようで、兄貴を略してニキというあだ名もつけて呼んでいるそうです。ファンの中では有名だと思われますが、岩本光さんと目黒蓮さんはスノーマン内で特にタピオカ好きなタピオカ同盟という何とも愛らしい同盟関係を明言されています。クールな雰囲気の2人ですが、目黒蓮さんと岩本光さんは仲が良いと言わんばかりのエピソードも数多く確認できました。あるインタビューで目黒蓮さんが岩本光さんについて聞かれた時、岩本くんは存在感がある人、6人時代のスノーマンのセンターとして立ち続けた存在感がしっかりある、何より振り付けが天才だと思うんですとベタ褒めしていました。また岩本光さんは目黒蓮さんのことを弟のように思っているとインタビューでも語っていて、実は笑いのツボが似ていて、くだらないことで笑い合える間柄、一緒にいて楽しいと語っていました。またスノーマンでシェアハウスをするならと聞かれた時の一幕ですが、目黒蓮さんが服をシェアするなら誰が良いと聞かれ、岩本くんと回答しています。理由はサイズ感とのこと。こんな答えが出てくる2人ですから、ファンの方々は2人が不仲であるという説に対してもある意味落ち着いて聞くことができたのではないでしょうか。2014年4月3日の週刊文春にて、岩本光さんが JR 池袋駅埼京線のホームでファンの女性相手に傷害事件を起こしていたと報じられています。記事によると2013年11月14日に起きた事件とされており、女性は岩本光さんの熱狂的ファンで追っかけをしていたそうです。稽古場から帰る岩本光さんを追って腹を立てられ殴られたのだそうです。 A 子さんは眼窩底骨折など手術が必要なほどの重傷を負い、病院に搬送されました。警察に被害届は出さず、すでに示談で解決しているとのことでした。同じ日のサイゾーウーマンの続報によると、被害女性の A 子さんはジャニーズファンの間ではやらかしとして知られていたそうです。やらかしとは、芸能人の追っかけの中で
特にマナーを守らない人のことを指します。激しい付きまといや待ち伏せをしたり、物を盗んだりと悪質な迷惑行為までしてしまうファンのことです。つまりやらかしミサは和本さんがやらかしたという意味ではなく、ミサと呼ばれるやらかしのことだったようです。やらかしミサは以前から岩本さんにどうこした付きまといを続けていたそうで、ファンからは岩本さんを擁護する声もありました。一方で、相手がいくらやらかしでも暴力はあかん、まだジュニアで無名なんだからファンは大事にしなきゃなどの意見も多かったようです。いかがだったでしょうか。今回は岩本ひかるさん彼女や事件の真相、不仲説などについて深掘りしてきました。目黒蓮さんと岩本ひかるさんの不仲説の真相を調べ尽くしましたが、特に仲が悪いとの情報は見つかりませんでした。むしろお互いに信頼関係で成り立っている強固な結びつきを感じます。やらかしと呼ばれるファンについての問題は近年さらに顕著になってきているようです。移動手段を妨害したり付きまとったりするなど、一般人には全く理解できない行動が続いています。よく記事に上がるものとして、グループが乗り込んだ電車の出発が遅れるといった被害が報告されています。記事の中には具体的な例として、後ろから勝手に抱きつくなどの行為も見られるといいます。そこはファンを大事にしなくてはいけないとか、殴ったり振り払ったりするのは良くないとか、そもそも話し合うべきだとか、いろいろな意見が聞かれますが、話の通じない人がやらかしと呼ばれる一段なのでしょう。その際のタレントの安全を守るための自衛の手段は認められないのでしょうか。周りにいる人が安心できる人だけとは限らない世の中になってきました。こういった問題が起きるごとにジャニーズ事務所の対応に期待がかかりますが、一向に改善される様子がありません。ことが重大になってからは遅いので、一刻も早く対策が待たれます。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いします。